ご自身2度目のヒーローインタビューということですが、今この景色どうご覧になってますか？すごく人がいっぱいで、すごく緊張してます。今日の投球はランナーを出してその後3者連続三振でした。あのピッチングを振り返ってください。そうですね、本当に先頭を出してしまって、なんとか歩み乗って牧選手をしっかりケアしながら、その後しっかり抑えたのがすごく良かったと思います。明日も勝ちマッスル。